それではパソドブレのルーティンに入っていきたいと思います。実はパソドブレは初めてダンスファンさんがルーティンを扱うということで、たっての希望でルーティンを作るということになりました。ということで、皆さんに入っていきやすいように、優しいステップから、パソドブレ風のちょっとかっこいいステップまで、織り交ぜて、構成していますので、皆さんも楽しんで、ちょっと難しいかもしれませんが、練習すればしっかり綺麗に見えるルーティンになってますので、ぜひやってみていただきたいと思います。大体今回のルーティンの構成としましては1分前後ですので、第1ハイライト、じゃんちゃんじゃんっていうフレーズがあると思うんですけれども、第1ハイライトよりも少し長めに振り付けていますので、十分練習する価値のある、たっぷりとルーティンになってますので、たっぷりとしたルーティンになってますので、皆さん、ゆっくり落ち着いてご覧になってみていただきたいと思います。はい、入り方としては、男性の踊りになってますので、より誇らしく綺麗に立つ、女性はもちろんフラメンコダンサーになったりケープになったりという、さまざまなキャラクターが変わるように女性が演出してますので、それに向けてのアドバイスといろいろ織り交ぜて説明していきたいと思います。それでは見ていきましょう。それではフィガー名の説明です。シュールプラス、アタック、シュールプラス、セパレーション、オープンテレマーク、ユイット、プロムナード&カウンタープロムナード、グランドサークル、シュールプラス、ツイスト、レフトフットバリエーション、クードピック、シャッセケープ、ではカウントで踊ってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3
はい、それではパソドブレの解説です。初めて取り上げる種目ですので、簡単に予備知識を皆様に入れておきたいなと思います。パソドブレというのは5種目の中で比較的新しく誕生したダンスであります。他の種目はアメリカとかキューバとかアメリカ大陸が発祥のダンスなんですが、このパソドブレというのはフランスが発祥になります。ですからいろんなステップの名前がフランス語で表記されてたりします。で、西洋のダンスということになりますので、他の南米のダンスに比べてより上体を使った表現というのが多く見受けられます。パスはよくシェイピングのダンスと言われるのはそこから来てるんですね。このフットとかヒップを使ったこうリズムを使って表現する種目ではありませんので、当然ヒップアクションはありませんし、ステップも至って単純な行進する動作ですから、上体のシェイプを使ってこのパソドブレの動きっていうのを作っていくということがまず一つ大事になってきます。で、それを演出する上で大事になってくることっていうのが、まず女性の働きになります。男性は闘牛士という、闘牛のイメージから来ている闘牛士、これが男性の強力なキャラクターになるんですが、それに比べて女性というのはフラメンコダンサーであったり、あとはケープになったり、こうしなやかな動きを女性は特に演出していかなくてはいけませんので、その女性がまずしなやかに動くイメージを持つということ、あくまでもステップというのはそのステップのなんていうんですか、タイミングを規則正しく踏んでいるだけであって、このボディがそのステップにフィットしていかないように、すごく難しいんですがフィットしていかない、最終的にはフィットするんですけれども、ボディと足がこう悪い意味のフィットをしてしまうと固まってしまうんですね。ですから足のタイミングは規則正しく踏むんですが、ボディは継続してシェーピングを続けていったり、柔らかくしておくということがこのパソドブレを踊る上ですごく大事になってきます。例えばグランドサークルっていうステップを例にとっていきますと、女性が固まってしまって足と体が同じ表現になってしまいますと、こうカチコチのダンスになってしまいます。上体を柔らかく、足はただ規則正しくステップする、そうすると少し動きが見えてくると思いますので、ケーピングのアクションにつながるのかなと思います。ちょっと順番が逆になりましたが、男性と女性の立ち方も少し差があります。まずは膝は少し伸ばしてボールバランス、骨盤は前に、お尻を締めて、お腹は引き上げて、胸は張って、肩甲骨は下ろす。これが男性の立ち方。女性はほとんど似てるんですが、膝が少し緩んでいます。そのことで少しシェーピングが男性よりも強くなります。骨盤が少し前に、お腹は伸びている、膝がちょっと緩んでいる状態、そうすることで男性と女性のシェイプの差が生まれます。これだけでもよりパソドブレ風に見えます。2人が垂直にまっすぐ立つのではなくて、これだけでパソの感じになりますね。お腹をこう出す人がすごくいるんですけれども、お腹を出してこうシェイプを見せるのではなくて、先ほど言いましたようにお腹は伸ばすということです。お腹を伸ばして腰を前に、
お尻を締める。お尻を締めるってすごく難しいんですが、ここダメです。締めちゃう、逆に縮んじゃいますからね。お尻のこう上のあたりの筋肉が、骨盤が前に出ることによって、こう後ろに動いていくような感覚っていうのがあるといい状態だと思います。お尻の下の部分を締めようとすると体がこう低くなりますので、高い位置をグッと締めるような感覚があるとパソドブレのシェイプに近くなります。これが立ち方についてです。そしてもちろん男性の踊りと言われるぐらいのパソドブレなんですが、男性の闘牛士の振る舞いっていうのはすごくこのステップを引き立ててくれますので、その辺のところを説明していきたいと思います。それでは例のもの、そうです、タオルケットです。これはケープだとします。ケープだとします。例えばツイストというアクションは、といった形でこのステップでケープがどこにあって、ケープがどういう動きをして次のステップに行くのかっていうのがこれで今はっきりしますね。このケープは当然女性の役割ですから、牛があのあたりにいる、ちょっと牛役やって。私、そうそうそう、本当はケープだよ、しなやかなケープなんだけども、今牛さんね、牛ね、という感じですね。これでパソドブレのストーリーがちょっと見えてきますよね。牛さんがねすごく上手だったから、もう一回やって。分かったよ。待って、こういうストーリーがこうツイストのアクションの中に行われます。同様、射精ケープというステップもやってみましょう。まずちょっと射精ケープというこういうステップでした。こっちかな、はい、これにはどういうストーリーがあるかというと、まずなしがいいかな、まずなしがいいかな。それぞれ、やってみましょうか。ゆっくり。うわ、実に気持ちいいね。やったことないよ。え？牛なんて。なかなかうまいよ。ありがとう。はい、これが射精ケープのこうストーリーですね。ですからこのストーリーを理解して、ケープがどこにあって、どういう動きをしながら闘牛士がこうシェイプを作っているのかっていうのをイメージするだけでも、パソドブレのこう雰囲気というのがガラッと変わってきます。まずは最初に理解するためにはステップを覚えていただいて、タイミングを覚えていただく。そうすると、その先のこうレベルとしましては、このステップはどういう目的で使われているのだろうというのがはっきりしてくると、パソドブレはすごく劇的に変化します。これは他の種目ではなかなかないことです。はい、そうするとすごくキャラクターとしてこうイメージがはっきりしている種目なので、その辺のところがつかめるとパソドブレはかなり上達します。もう一回やってみますね。少しストーリーが見えてきましたね。さあ今度は女性ですね。女性のしなやかなケーピングアクションを作るためのコツを教えてください。射精ケープ、今のですね、射精ケープを例にとって少しやってみましょう。
よくですね、見受けられるのは、ここから足を前にポイントした状態になったときですね、こちら側でも出てきますし、こっちに女性が来て、こちら側でもこうポイントする状態、同じ状態が出てくるんですけれども、ここで先ほど説明であったように、体も一緒に止まってしまう。ではなく、体を動かしていく。背骨ですね、特にやっぱり正体この背骨いくつも連なっているこの背骨が連動して動いていくことによってしなやかな動きというのが見えてきます。ですのでこの動きを止めてしまうとこれはしなやかなケープには見えません。足をポイントして足は止まっていたとしても、まあ、少し次はスライドしていきますけれども、足ステップしていなくても体は動き続けている。足は止まっていても体は動き続けていく。そうするとこう柔軟剤の入ったケープになると思うんですね。それがないとちょっとこうパリッパリのパリッパリのこうなんていうんですかね、ちょっと肌触りの悪い、肌触りの悪い、ちょっと痛い痛い感じ、氷なんていうんですかね、氷点下30度ぐらいのこうところに干したタオルみたいな感じ、硬い感じに、硬い感じのケープになってしまうので、先ほど最初に言いましたフットタイミングはクリアに、ボディのタイミングはいい意味でフィットさせない、フィーリングをこう変えるということがパソドブレ踊るで大事だと思います。それを気をつけてやってみるといいかなと思います。少し難しいかもしれませんが、何度も何度も繰り返し練習していただくと必ず上達すると思います。パソドブレは5種目の中で一番イメージしやすいダンスですから、かっこいい闘牛士、そしてしなやかなケープをまずイメージしてみてください。そして練習してみると上達すると思います。ぜひやってみてください。はい、皆さんお疲れ様でした。チャチャチャとパソドブレが終わりました。どうでしたか？ちょっと難しかったかな、盛りだくさんかな、うんね、うん、グループチャチャではグループ4つに分けてそれぞれ個別に説明させていただきました。パソドブレでは、キャラクターと男女の少し役割ですねについてもやってみました。そういったところを気をつけて練習していただくと必ず上達すると思いますので、皆様ぜひ頑張って練習してみてください。頑張ってくださいね。それでは、私たちのパソドブレのデモンストレーションをご覧ください。どうぞどうぞ。We'll be right back.
大丈夫、黄昏れてた。全然大丈夫、全然大丈夫。何にも何にも、いや、どうだった。ああ、終わったね。終わった、終わった、終わったね。どう、うん、お仕事したって感じ。何も言ってないけど本当にそうだね。う、結構俺の方がやっぱり最初に私やりますとかってね言ってたけど、実際こんな感じだったもんね。そう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 、まあ、それが千秋さんかなっていう感じもするけどね。そうそうそう、それが私です。そうそうそう、うん、でも僕らもこう、ね、こう年を重ねていくことに、アマチュアからこうプロになって、ね、でも俺も10歳から始めて、うん、もう今年今30なの。ねね、長いよ ね、 ね、20年2人やってるから ね、 ね、俺30。あ、そういえばダンスファンも、うん、ダンスファンさんもなんか今30周年みたいですね。あ、そう、うん、偶然だね。そうそう、だから同い年です。だからダンスファンさんじゃなくてダンスファンって呼ぼうかなって、うん、こうなるほど、ね、ためだから。それをちゃんと聞いてから言った方がいいと思うよ。そう、うん、そんな感じかな。そうだね、うんうん、じゃあこれからも引き続き長い付き合いでよろしくお願いします。それではごきげんよう。さようなら。